大宇宙に光ある限り神よは終わらない。いつの時代もより良い時代に向かっていることをあなたは知っていますか。作家の山口翔です。今回から細かな内容に触れていこうと思います。よろしくお願いいたします。自分自身は播州赤穂駅前の旗の里に5年ほど所属していましたので、歴史としては旗氏のことを専門に研究していました。一般的な歴史学ではなくて古代イスラエルとの関係を探っていましたので独特な研究です。今では古代ユダヤと日本についての関わりは多くの方が語っています。ただし私自身は日ユダソロンについて一定の距離を取ります。日ユダソロンは日本人とユダヤ人の祖先が同じということになりますが、ユダヤが種で日本人が枝分かれしたようなイメージで伝わっていることに対して私は距離を取ります。古代の日本人が海外に出て日本に戻ってきたことが真実の歴史だと考えていることをまずお伝えしておきます。もう8年くらい前になると思いますが、古代イスラエルと日本をベースに旗氏を研究していた当時、独自の説にたどり着いたのですが、当時の認識では一般的には相手にされないことも事実です。これを昨年の連続講座の第3回目サコシェの移動講座でお話しさせていただきました。独自の研究発表です。当然講座自体は時間的な都合などがあって全貌を語れないです。これから徐々に公開していきたいと思います。今回は手始めに昨年の講座の資料を用いて話のきっかけとします。シリーズですから気長にお聞きください。前回のプロローグでも言いましたが、一般的な内容を学びたい方は他の優れた方の動画をご覧ください。優れた動画はたくさんあります。私の研究はあくまでも一般的ではないことをご了承ください。それでは独自研究発表のきっかけになった昨年の連続講座第3回目赤穂市サコシの大崎神社を会場に開催された移動講座の資料をご覧ください。私自身が作成したものです。連続講座の主催者は日本神話の会といいます。全体のメインタイトルは日本の誇りです。サブタイトルは神代の時代は終わらない。第3回講座のテーマは忠臣蔵の復興復活を目指してになっています。昨年の連続講座は元禄赤穂事件を題材にして日本の誇りを語ることでしたので、各テーマは忠臣蔵元禄赤穂事件に関するテーマになっています。元禄赤穂事件に関しては最初に結論を記載しています。結論は元禄赤穂事件の本質は国体論と太い文字で書いている通りです。その下に括弧書きで幾島の神と書いていることにご注目ください。大崎神社は赤穂市内の佐古市という地域にあります。御祭神は鳩の川勝と言われています。大崎神社から望む瀬戸内海が特徴的で、正面には幾島あるいは幾島と言われている島があります。どちらも間違いではないです。幾島
壱岐島、どちらも間違いではないです。ハタの川勝の墳墓があると言われている島です。この島を地元では神様として崇めています。括弧書きで壱岐島の神と記載して、次に語るは山賀流、演じるは忠臣蔵と見出しがあって、4行目に佐久市浦に船を浮かべることが好きだった山賀祖公、やがて山賀祖公の残した教え、国の根本、括弧書きで中朝事実は元禄赤穂事件、忠臣蔵を引き起こし明治維新の志士を導き近代日本の礎を築きますと書いてます。今回の動画では元禄赤穂事件について解説するつもりはないです。ここで注目していただきたい点は、佐古市浦に船を浮かべることが好きだった山賀祖公というところです。その下の段の祖公日記から抜粋した内容をご覧ください。山賀祖公が赤穂から江戸に帰る前の様子を記録したものです。家老の大石らと佐古市浦に船を浮かべて遊んで幾島を歩いたことが記載されています。赤穂から江戸に帰るのに際して大阪難波まで船を使って、難波から京都伏見経由で江戸に帰ったという山賀祖公自身が記した日記です。山賀祖公は江戸時代に活躍した学者です。兵学者であり儒学者でもあります。当時の日本一の学者と言えます。おおよそ8年ほどですが、元禄赤穂事件以前に赤穂浅野家に仕えていた学者ですから、佐古志浦に船を浮かべて一緒に遊んだ家老の大石は、元禄赤穂事件で有名になった大石蔵之介ではなくて先代の家老です。山賀祖公の祖公日記の抜粋から3月10日の部分です。3月10日佐古市浦で遊んだことが書かれています。佐古市浦で遊んだと書かれています。壱岐島を歩いたことが記されています。祖公日記を読んだ時、ここが不思議でした。現代では誰もが壱岐島と認識しています。ところが壱岐島と書かれています。祖公日記を読んだのはもう10年ほど前になると思います。当時は単に音だけで書いたものだと解釈していました。ちょうどこの頃レイラインに関心を持っていた時でした。レイラインとは古代の遺跡は直線的に並ぶよう建造されているという仮説です。その遺跡群が描く直線のことをレイラインと言います。山賀祖公が書いた壱岐島の文字を見れば、誰もが壱岐の島を思い浮かべると思います。そこで赤穂市佐古市の壱岐島と九州の壱岐の島を直線で結ぶという遊びから、数々の疑問が湧き出ることになります。その疑問を紐解いていく過程で何かに導かれるように、とある仮説が浮かび上がることになります。赤穂市佐古市の壱岐島と壱岐の島を直線で結んだライン上には4つの島があります。
九州の壱岐島の横にあるのが大島です。広島県の厳島、宮島がもあります。島が結ばれること自体は人工の島でない限りレイラインとは言えないです。注目したのは各島の神社です。佐古市の生島には大酒神社があります。広島の厳島には厳島神社があります。九州の大島には宗像大社があります。壱岐島は八百万の神のすべてを祀っているのかと思えるほど数多くの神社があります。その中でも注目すべき神社がありますが、これは後に重要になりますので、今の段階では壱岐島の神社が最後に大きなポイントになることを頭の片隅に置いてください。壱岐島と生島を結んでも当初何も関係がないと思っていました。仮に関係があるとすれば、九州大島の宗像大社の御祭神が宗像三女神で、厳島神社の御祭神は宗像三女神の一木島姫です。この二つの神社が関係しているだけです。一見するとこの二つの神社だけの関係に思えますが、佐古市の大崎神社で最も重要な祭事は船渡御祭です。瀬戸内三大船祭りと言われるほどの祭りです。三大船祭りの一つに厳島神社の還元祭があります。佐古市のお祭りと広島の厳島神社のお祭りが瀬戸内三大船祭りと言われます。もう一つは大阪の天神祭りです。当初佐古市の小さな神社のお祭りが広島の厳島神社や大阪の天神祭りと学ぶほどのということに違和感はありました。でも厳島と壱岐島のラインを見て何らかのつながりがあると考えたとき、一つは音が共通していることです。厳島と厳島、厳島は厳島ではないのかとか考えたり、逆もあります。佐古市の方は島のことを厳島とも壱岐島とも言います。どちらも間違いではありません。江戸時代の学者山賀祖校は日記に壱岐島と記載しているので、山賀祖校自身は壱岐島と認識していたことが先に述べた通りです。佐古市の島を壱岐島と考えて壱岐の島との直線をもう一度見れば、音がすべてつながることになります。広島の厳島神社の御祭神は一木島、宗像大社の御祭神の一木島と考えれば、ライン上の4つの島はつながります。これが8年前に見つけたラインであって、元を正せばレイライン探しの一環でしたから遊び心満載でしたが、このラインが誰も知らない日本、未知の日本を語るためのきっかけになります。厳島というキーワードで検索すると、長野県上田市下野郷にある厳島樽島神社が引っかかったことから、樽島がどこかにないものかと調べたのですが、樽島は宮城県牡鹿郡女川町にありました。女川諸島の一つだそうです。
現時点では生島と垂島という言葉を知っておいてください。まあ、話を戻します。生島、一木島の音でつながるラインから次に何を調べたかといえば宗像大社についてです。特に一木島姫が気になってどのような神様なのかを調べると、天照大神とスサノオの受け絵にたどり着きます。古事記や日本書紀に記されているアマテラスとスサノオが行った受け絵です。日本書紀と古事記の記述に若干の違いはありますが、結論は同じです。古事記によればイザナギがスサノオに海原の支配を命じたのですが、母のイザナミがいる根の国に行きたいと泣き叫んで天地に甚大な被害を与えたので、イザナギが怒って、それならばお前はこの国に住んではいけないとスサノオを追放します。スサノオは姉であるアマテラスに会いたいと思って高天原へと登ります。アマテラスはスサノオの身につけていた戸塚の剣を受け取って三つに折って雨のまないでゆすいでから噛み砕いて吹き出した息の霧から御柱の女神が生まれました。この御柱の女神が宗像大社の御祭神です。ちなみにスサノオはアマテラスが身につけていた八尺の勾玉の五百個の実すばるの玉を受け取り天のまないで、ゆすいでから噛み砕いて吹き出した息の霧から五人の男神、五柱の尾神が生まれます。この時のアマテラスの言葉は、五柱、五柱の尾神、男神は物種が私のものによってなったのだから、私の子である。先に生まれた三柱、三人の女神は物種がお前のものによってなったのだからお前の子であると述べたそうです。ここでわかることは、一木島姫はスサノオの巫女、娘だということです。これは日本書紀でも同じことです。母、お母さんがアマテラスかどうかはいろいろな見解があるようで、いずれにしても宗像三女神一木島姫はアマテラスとスサノオの受け入れで生まれた巫女であることを覚えておいてください。宗像大社は日本神話に登場する日本最古の神社の一つです。御祭神は興津宮、中津宮、へつ宮の三つの宮にそれぞれが祀られています。この三宮を総称して宗像大社と言います。で、さっきに述べた生島、垂島、興津宮、へつ宮、これらのキーワードをもとにふと頭に浮かぶのは徳佐の神だからです。徳佐の神だからとは、仙台久慈本記、天孫本記、天津印、水宝徳佐として登場する10種類の宝物です。新ヶ原比の御事が天下りする際に天津神御親から授けられたものです。徳佐の神だからは、興津鏡、へつ鏡、八つかの剣、生玉、まかる返しの玉、たる玉、近返しの玉、おろちのひれ、八のひれ、くさぐさのもののひれ、この10種類です。この10種類の徳佐の神だからの中に興津鏡とへつ鏡、生玉とたる玉があります。これらが生島、垂島、
おきつみやへつみやと何らかの関係があるのではないかとずっと気になってました。徳佐の神田からと生島、生の島の直線ラインを気にしながら冒頭に述べた江戸時代の学者山賀祖光の書物を読んでいた時に偶然ですが、生島の神という文字があったので生島の神を調べると、生島の神を調べると宮中にも祀られている生島の御神凪御祭神仁座の生島神垂島神、生島の神垂島の神がありました。国家天皇にとって重要な神です。生島の御神凪御祭神仁座は延喜式神明帳宮中京中宮中神座審議官祭印座御神凪など生島の御神凪祭神仁座に否定される式内者、また延喜式祝詞にも記載されているようです。簡単に言えば生島の神は国家の守護神ということです。国家の守護神です。ちなみに佐古氏の生島は禁足地ですが、自分自身は旗の里に所属していた頃に墓前祭に参加していましたので島に渡ったことがありますし、昨年の連続講座第3回の移動講座の時に大崎神社に依頼して船をご用意いただいて墓参をしています。生島に渡ると石碑が立っていて生島と書かれています。現代の方は誰もが生島と書きますが、島に立っている古い大きな石碑には生島の文字が刻まれていることをお伝えしておきます。今回お話ししていることは約8年前になりますが、旗の里に所属していた頃の経緯です。以上が誠の日本の姿を語るためのベースになります。今回は日本国の守護神と題した基礎編でした。神代は終わらないシリーズ全体の基礎になります。佐古氏の生島と九州の生島を直線で結んだことから探求が始まりましたが、意外な着地点にたどり着くことになります。それでは次回の配信をお待ちください。